好きな YouTuber、 じゃあ、マリオメーカー実況者より、時速160キロで通過するコーダさん。はーい、おさかちゃん。これいつもね、生放送でもやってるんですけど、まあ、いつかバレるんじゃねえかな、いつか怒られると思うんですけどね。まあ怒られるまでやっていきたいと思います。それではまずは視聴者が送ってくれたコースですね。星の降る夜に万字、万字で挟まれてますね。やっていきましょう。まあクリア率がまだ 0% だったんですけど、まあそんな、待って、それはないわ。待ってくれ、よく見ろよく見ろ、そんなミスはしないだろ。大丈夫だな。はい、乗り継ぎ、素晴らしい。はい、新ギミックだからね、まあ今不慣れっていうのもありますよ。完璧でございますね。完璧でござい、ご、あ、危ない、ございマックス、オッケー。はいはい、余裕のよっちゃんだな。で、こっち側に行くと、はい、うわ、危ねえ、うわ、危ねえ、なんだこれ、どうすればいいんだこれ。え、待って、これ何これ、え、なんでこれ、待って、あ、右下にあるのか。ってことはジャンプ、くるりん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 、あぶない、こういうこと、オッケー、はいよ、素晴らしい。いやー、危ないね、俺に触れるな、オッケー。はあ、やったやった、マジで。え、またあれゴールじゃね、はいよ、ポロリン、あ、やべえべえ、危ない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 、なんだ今の、ふう、イエーイ、うわー、ぶね、イエーイ、オッケー、楽しい、これ楽しいな、はいはい、あー、ちょ、それはない。でもまあ容量が分かったから、なんか流れでいけそうな気がするんごね。あいよ、オッケー、あいよからのこういうことでしょ、オッケー、あいよ、素晴らしい、なんだあいつ、こういうこと、あいよ、多分右側、あ、ジャンプ力的には無理だな、入ろう。右側にゴールあったよね、あ、中間あるんだ、オッケーオッケー。何これ、何、あー、やばい、ちょっと待って、あー、ちょっと、やややん、ちょっと待って、やめろ、やめ、うわ、うぜ、ちょ、ああ、オッケーオッケー、オッケー、ああ、ああ、まあ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 、あ、ちょっとちょっと、ヒップドロップ、オッケー、ヒップドロップを適度に入れる、クルリンか、クルリンだ、クルリンだな、これ、あいよ、うわ、これどうやっていけと、あ、いけるいけるいける、頑張れ、頑張って頑張れ頑張れ、ああ、通れない通れない、これね、まずいまずいまずい、お、いけたいけたいけた、スター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 取って、よし、勝った勝った、これは勝ち申した。なんだこれは、なんだこれは、ちょ、え、待って、嘘でしょ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 、バカー、危ない、挟まる挟まる、福山挟まる、ちょ待って、あー、ちょっと待って、まあー、 まあ、そっち行くの、えー、えー、オッケー、あ、危ない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 、あぶね、なに、なに、なに、はいはいはい、最低、マジで、ちょっとマジ、うーわ反応できなかった俺が悪いな。え、でもさ、これ待って待って、これさ、これ、このまま上行ってさ、いや、わかんないよ、わかんないけどさ、こうやって、これいけるくね、いける気がする。待って待って待って、ファイアフラーもう一回欲しい、もうもらえない、もらえないか、ちょっと待って、じゃあもう一回やろう。でもこれファイヤーフラワーの状態で上に上がって壁キックでいけんじゃねえかな、わかんないけどこれできたらちょっとドンマイなんだよな。あ、待って、いけないかな、これいけそうな気がしてきた、ちょっと待ってあれ、あれれれれこうやってすぐこうやってね、人が作ったコースのガバを見つけるっていう、このゆっかさん、あざすいやー、よかった、クリアできた。あー、なかなかいいコースだったね、楽しい。それでは次のコースやっていきましょう。 To be continued、 演奏してみた、これめっちゃ好きなんだよな。トゥーン、テレテン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 、知ってるみんな、ツイッターとかで話題かな。めっちゃかっこいいいや、この動画もう無限に見てられるんだよね、これ。もうね、一番好きなのはあの歯磨き粉をプッてするやつ、いいね。それでは次のコースはこちら、 The Hills Have Eyes やっていきましょう。 0.5% のコースなんで、
まあまあ一発でサクッとクリアしちゃおうかなと思うんですけど、乗り継ぎのこれ違う、あ、違うんだ、挨拶これで、まあよろしくお願いしますってことでね、まあもう死なないです。はい、やっていきましょう。こうやってこことここですね。で、はい、オッケーで乗り継ぎしていく。これ乗れる、オッケー。こういう危ない、危なかった、今死んだかと思ったよね。よし、こっちか、オッケーで何、あ、待って、こうやってこの辺、何これ、魚を踏めってことかな、オッケー、ここでも踏んで、オッケー、何こいつ、あ、右、あー反応遅れちった。ポンして乗り継ぎは完璧ング、オッケー、こことここ、オッケー、で今、あ、ちょ、行き過ぎ、よいしょ、こうでしょ、あ、行けたけど、なんだいすか、なんだいすかって日本語もおかしくなっちゃった。いける、オッケー、マジ完璧で、こことバカ野郎、ちょっと待って、なんで今度こそ決めてみせるぜ、こことここ、オッケー、お前ここだな、ここだな、こことあとここ、あ、なに、左、大丈夫、うわ、ちょっと待って、う、最悪、マジかジャンプ遅かった。出たよ、ここすぐにジャンプ、オッケー、中間、ナイス、なに、これを乗り継ぎかな、待って、ジャンプ力足りた、こっちとここ行ける、あー、そこに針置くか、マジか、やるね、もう負けないよ、でもおいら負けないよ、待って、これ早いね、ちょっと待ってキラーを待つのを忘れているっていうね、うん、最初さっき待ったもんな、ここな、あれコインあった、さっきパウで落ちたのか、なるほど、オッケー、まあでも、おい、おいな、二段ジャンプ危なかった、お、ちょ待って、ここと、あとここと、ここですか、オッケー、なに、ここ、あー、ちょ、まあでも個人的にはなんか中間までの方が難しかったような気がするかな、こっちの方が得意な気がする、チョロプやっぱ踏みやすいってのもあるのかな、まあ、やばい、よいしょ、ここ、素晴らしい、こことね、ここですね、なに、オッケー、土管入る、オッケー、いいよ、中間ですか、ゴールかと思った、なに、待って、よくわからない、え、ジャンプでいいんだよね、ジャンプして、あー、蹴ったのね、蹴るのか、そっか、蹴って、あ、右側でもう一回踏むのか、オッケー、こうして、この辺で踏む、オッケー、なに、ちょ待って、盆子、ここと、あと何、はい、花ちゃんをこことここで踏んで、なにこれ、珍百景、大丈夫、待つよ、ま、な、あー、ちょ待って、右側だよな、そうだよな、右側だ、で、これ多分右にこのタイミング飛ん、あーだ、ジャンプ力足りねえって、で、これ結構タイミングシビアだな、待っていいんだな、だいぶ、で、ここ、オッケー、来た、で、ここと何、チョロップでしょ、メットでしょ、ね、あれ、これ普通か、変化球入れてきそう、いや、なかった、危ない、上向いてた、ゴールやった、よっしゃい、オッケー、結構あっさりクリアできた。それではラストはこのコース、ケイゾーライトクロード N やっていきましょう。クリア率がね 1% だったんで、まあ、さっきのコースと比べたらちょっと簡単になってるのかなっていう。スイッチオフにして、何これは、出す、上投げか、上投げして Z、 あー、こういうことか、オッケー、はい、何これ、あ、上にジャンプだ、ジャンプ、なんだ、あ、終わった、スイッチを押してな、うーん、なん、ん、ジャンプ力足りなくね、え、ジャンプ力足りないよ絶対、いや、んなことないのかな、気のせい、出すじゃん、上投げするじゃん、で Z でトーンってして、ここまでは順調、こうしてここと、いや足りなくね、中間あるし、ここと、あ、いける、よっしゃ来た、中間、マンジー、完璧、オッケー、いいね、これは何ざ、ジャンプ間に合った、オッケー、これは何かな、いやもう死んだ、何、え、いや分からんな、ちょっと待って、もう一回やろう、もう一回今のとこまでサクッと行ってだよ、ここはピーススイッチして、止めるのか、ここで止め、あー、うやい、あー、夢か、なんだ、で多分これ上投げして、スピンして、あ、なに、うおー、わ、あー、いやー、もう分かっちゃったよ、母、久しぶりだね、母が言えるようになったよ、母、よし、
じゃあこれは普通にアタックして、ここで止める。でここは上投げ。うん、素晴らしいね。でスピンしたらこうだね。こうやって乗り継いでいけば、何？おお、大丈夫だね。あ、これはゴールが見えてるよ。せーの、オッケー。あ、よし。はい、というわけでここまで見てくれてありがとうございました。今ね、結構いろいろと募集してて、オープニングのリクエストと、あとコースあとチャンネル登録をねしてくれる人を募集してるんで、またねちょっとでも見たいと思ってくれた方はチャンネル登録ボタンをねポチッと押していただいて、右側のベルのなんかのバー君をポチッとしてくれるとね、あの通知が行くんで、それしてくれるとね、動画が上がった時にすぐに見れると思いますので、よかったらね通知も入れといてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。また明日な。